はい、どうも、スカイチストイックな怠け者、てっけてっけです。はい、とつて今回はメンテゴ新しく MR トークンガチャ並んだので、今回の動画では初見リアクション動画ということで、私もまだスキル見ていないので、一緒に初見で見ながら、なるべく初心者にもわかりやすく噛み砕いてスキルの説明をしていきます。で、この後今日実際に何本か分析前編動画後編動画と、まあ、このトークンを投用した上で検証して、動作確認を行った上での分析動画、まあ、より深掘ったやつなんかも、今日一日かけて動画何本か出していきますので、はい、そちらも合わせて一日お付き合いいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、そして見ていきますか。トークン。はい、まず奥義は、奥義1個だけですね。あんまり気合入ってないですね、奥義に。で、体力レベル ×20、防御力レベル ×20。まあ、当たり障りない感じ。あと、弓章ですね。おっと、すでにもう、外れましたね。あれもう、防止バッファーの予想、外れましたね。はい、テケテケ、スキル予想、まあ、この時点で外れということがほぼ確定しましたが、ちょっと専属武器見ていきますか。いや、これどう見ても武器筆ですよね。なんで弓章なの？はい、防御力レベル ×280、攻撃力プラス 19%、体力レベル ×260。あ、体力ここで作るタイプですね。専属武器ないと HP 不安になっちゃうやつですね、これは。ちょっと育成コストかかりそうですね。弓章で耐久面の防御力とか体力がこっちにあるのはちょっと親切ではないですね。さあ、まあその分スキルで硬くなってるのか見ていきますか。スキル1、スキル2、1回飛ばして、はい、パッシブから見ていきましょう。まずパッシブ1が攻撃力 65% アップの、弁償値がレベル ×360 増加。で、三角性で HP 65% アップの、状態性が 75%、状態性ありますね。で、敏捷値かける2倍で知力ダメージの方と、まあ、防止に強いと。はい、で、五角星のとこですね。はい、今回もなかなか多いですが、でもまあ、1ページに収まってるんで、まあ、まずまずっぽい感じですか。ちょっと下見ていきましょう、まずは。七角星5、状態性無視 100%。お、100%! パッシブで 100% 珍しいですね。で、物理防御貫通がレベル ×12 と、敏捷値かける3倍の攻撃ダメージカットが神髄共鳴スキルでつくと。防御貫通ないですね。物理貫通だけっぽいですか。ちょ、攻撃面、まあ一旦置いといて、じゃあ覚醒後見ていきますか。はい、どんなスキルになってるか読んでいきましょう。自身が場内にいるとき、味方が敏捷値かける2倍の知力ダメージカット。はい、まあここも味方全体を防止から強くすると、あ、これマーリン対策にはちょっとなってますね。味方全体をマーリンの風魂少しだけ和らげてあげることができると。自身の筋力敏捷、知力受けダメージ、攻撃力受けダメージが 50% 減少。お、ブリュンヒルドタイプですね。常時 50% ダメージカットではなく、攻撃力とステータスベース防御無視攻撃だけ半減しますよと。なんで物理ダメージパーセントだとか砲術ダメージパーセントみたいな攻撃は普通に通しちゃうんで、普通に種類問わず 50% ダメージカットが良かったですね。まずはで、回心率が 30% 増加、うん、クリティカルが出しやすいと。で、自身の炎遁残影奮起状態は、敏捷値が自身より低い敵に解除されない。いや、特に残影解除されないのはナイスですね。で、さらに自身が付与した罪悪状態が解除された時 50% の確率で解除無視、あ、罪悪解除無視ありますね。はい、デバフも残しやすいと。まあ、復活キャラクターは復活のタイミングで剥がれちゃいますが、まあ、致命無視系キャラクター相手であればデバフも残しやすいと。で、出陣時4ターンの間自身が残影と炎遁と奮起状態になり、あ、出陣時から今剥がれない3点セットですね。自分につけるんですね。残影によって回避率 60% アップ、回避率多めの残影とダメージカットが 40% から始まって、回避に成功するためにプラス 5%、 最大 70% のダメージカットまで作ることができると。最初 40% の残影なんで、まあ、さっきの 50% ダメージカット機能と合わせて 70% のダメージカットから始まって、で、残影で避けまくればさらに 30% 伸びるんで、それも含めると 85% ダメージカット機能まで伸びていくと。ちょっとこれだけだと耐久もう一声欲しい感じではありますが、何かあるのか。で、あとは生後奮起で防御力 100% アップ、ダメージ反射が 50% 増加。はい、で、あと炎遁の効果で防御力が 100% 増加、ダメージ反射が 50% 増加。はい、反射つくんですね。気持ち程度の反射ですね、これは。で、攻撃してきた敵に対してカウンターの罪悪やけどですね、 50% の確率で一旦の間敵を罪悪やけどにすると。やけどがつくことで敵の状態性が 25% 減って、さらに毎ターン残り HP の 3% の HP を減らすダメージを受けてしまうと。毒や燃焼と重ねがけすることで状態性が追加で 25% 減少、合わせて 50% ですね、減って、で、さらにその後有益状態または生後状態なんかが全く付与されなくなると。まあ、敵の生後バフをつけさせなくする効果があるということで、まあ、燃焼キャラクターや毒キャラクターと組むと、まあ、敵の生後バフを抑制することができるきっかけになるのがやけどですね。まあ、ただこれ毒や燃焼キャラクターと組まないと特に生後バフを抑制することはできないんで、やけど単体だとあんまり大したことないんですよね。状態性下げるぐらいで。はい、だと奮起の効果で防御力が 80% 増加の、攻撃筋力敏捷知力値が 40% 増加と。あ、 40% も上がるんですね。まあ、なんでこれ敏捷値で敵に勝ってる場合には炎遁残影奮起剥がされないんで、で、奮起状態で最初入ってステータス 40% アップしてるんで、まあ大体勝ちますね、敏捷値の勝負。まあ、モモチタンバーなんかも奮起スキル1でなりますが、はい、40% も上がるんで、モモチにも競り勝つ可能性高いですね。
で毎回攻撃前敵が同時に燃焼やけど毒状態の場合そのターンプラス1最大10ターンまで毒や燃焼ややけどを引き伸ばすことができると。これ同時に燃焼やけど毒状態って3種一気につけなきゃダメってことですかね。ですよね。だとしたら条件めちゃくちゃ厳しいですね。なんだこの高難易度ゲー。はい、パッと見これないようなもんですね、私の中では。まあ自力でスキル1スキル2で燃焼と毒もつけるなら別ですが、味方次第ですもんね、これ。あれ、微妙か、この子。で、毎ターン行動後、2ターンの間、自身がメッセージ状態になって、自身 HP 上限 20% のダメージを吸収。で、回心攻撃された時受けるダメージが 65% 減少。あ、ここにダメージカット機能さらにありますね。毎ターンつくんですね、しかもこれが。はい。まあ、メッセージっていうのは、まあ、影光や血清と同じく、まあ、疑似 HP ですね、の壁を作ることができて、まあ、自分の HP を消費せずに敵の攻撃を受け止めることができると。まあ、HP 上限 20% アップなんで、気持ち程度って感じですかね、これは。でしかも血清と違って重ね掛けはできないので大きくしていくことできないんですよね、まあ、なんで自分の HP が 1.2 倍になるぐらいの感じですか。まあどちらかっていうとメッセージ状態中のダメージカット量 65% がでかいですね。クリティカルが来た時だけ 65% もダメージを下げると。なんで、まあ、残影とメッセージとあとは精霊覚醒合わせて、はい、場に出た瞬間 89.5%、まあ、約 90% ダメージカット機能の状態で場に出るという形になりますね。いや硬いですね。であと残影の回避に成功しまくればさらに硬くなって、だいたい 95% ダメージカットぐらいまで最大では伸びますね、敵がクリティカルを出した時。うん、まあ、そこまで伸びればマジで硬いですね。まあ、ただメッセに関してはさっきの剥がれない3種類には含まれていないので、まあ、普通にセゴバフ剥がしキャラクターで剥がされちゃうん でメッセ剥がれないで欲しかったですね。はい、そして自身が致命傷を受けたとき、致命ダメージを無視して異常状態を全解除。まあ、これは4回までできると。あ、4回致命無視はナイス。で、80% の HP 回復量も、まあ、HP 大体全開まで持っていけますね。で、4ターンの間、さらにメッセージ状態になって、自身 HP 20% のダメージを吸収で、回心攻撃のカット 65% できますよと。はい、で、致命無視キャラクターなんで、整合残影だったり、円筒や噴気なんかも致命無視後も残るんで、まあ、メッセージだけがさらに新たにつくっていう感じですね。50% のデフォルトカットと残影によるダメージカットが、敏捷で負けてなければ常に残るんで、まあプラスアルファでメッセージが致命無視後はまた付け直されるとああいう感じで、まあ耐久も悪くないですね。うん、十分硬いかなと思います。まあメッセージなんかはすぐ壊れちゃいますけどね。なんでメッセージがあるうちにいかにたくさん避けて残影の硬さを 70% に持ってって 85% ダメージカット機能のキャラになるかっていうとこですか。毎回弓章の差がですが、レベル格上の相手には避けきれず残影があんまり振るわず、そうなると 70% ぐらいのダメージカット機能メッセージ壊れたとなっちゃうんで、そっから簡単に沈んじゃう可能性ありますね。まあメッセージ剥がれますからね。あ、でもあれか、致命ダメージ無視キャラクターで残影張り直しじゃないから4ターン内ではずっと同じ残影で立ち回ることできるんで、まあ、それだけ長い間残影保持してれば残影の最大倍率の 70% ダメージカットまで時間かけて作れるっちゃ作れるかもしれないですね。下手に桃地丹波みたいに張り直ししないんで、致命ダメージ無視のタイミングで残影強い状態維持する時間は長そうですね、よく考えたら。いや、そういう意味じゃ硬いのか。しかも回避率 60% だし、あ、いいかもしれないですね。あ、そして初見で見た感想としては、まあ、耐久は自分がレベルで格上だったら残影避けまくってなんとかしてくれそうですが、格下ポジションだった場合には耐久心配ですね。このキャラ残影である程度避けないとメッセージ壊れた後 70% ぐらいのダメージカット機能の副傷になっちゃうん でしかもメッセージ剥がれちゃうんでね、敵の整合剥がし連撃で。まあでも毎ターン付け直せるからまだなんとかなりますかね、メッセージも。うん、ここら辺はよくわからない部分多いんで、まあ実際にこの後投票してみて調査ですかね。で、相手に罪悪やけど返せるぐらいですもんね、こっちから相手に対してやれること。敵の燃焼やけど毒のターン数プラス1なんかはあんまりパッと見意味なさそうだなと。特殊効果の部分がちょっとしょぼいですね。また投票して検証しますか、ここら辺は。まあ今日対マン戦なんかもやる予定なんで見ていきましょう。さあ、そしてスキル見ていきますか。はい、スキル1が4ターンの間奮起状態になって防御力は 80% アップの、ステータス系が 40% 増加、さっきと同じですね。でさらに体力値が最も低い敵4名に対して 800% と敏捷値かける14倍の防御無視攻撃で、範囲攻撃が終わった後体力値が低い敵の、まあ、弱い子ですね、育成不十分な子に7回集中攻撃と。はい、まあ、長老なんかにも引きつけられない集中攻撃で敵の弱い子を落としに行く作戦。まあ、特に敏捷ダメージなんて防止狙いですが、まあ、白拓なんかは結構体力高いんで、まあ、キューちゃんとか大使命とかコキビとか、まあ、そこら辺狙いに行くんですかね。で攻撃前自身の敏捷値が敵より高い場合必ずクリティカルが発生と。あ、これはクリティカルかなり出しやすいですね、奮起によって敏捷値上がるんで。あ、で毎回攻撃後 100% の確率で敵を4ターンの間罪悪燃焼と罪悪牽制状態にさせ、命中された時相手がそのダメージの 50% HP を回復と。はい、牽制がついてる相手を殴る場合、まあ、このキャラクターだけでなく味方が牽制ついてる相手を殴った場合も味方の HP 回復を補助してくれるんで、まあ、ちょっとした反射キャラクター対策、まあ、尊敬みたいな反射ダメージを和らげたり、まあ、周りの風魂ダメージなんかを和らげる機能としては牽制昔からありましたが、まあ、回復量今までちっちゃかったんですが、
このキャラクター大きいですね、 50% と。あ、なんで味方に対して反射だったり風魂対策をちょっと入れるような感じですか。まあ、とは言っても、まあ、剣聖、まあ、罪悪状態っていうのは復活で剥がれちゃうんで、まあ、致命虫系の孫権や周りなんかには刺さりますが、まあ、復活キャラクターなんかにつけて味方が殴ってる最中に復活挟んじゃうと剣聖そこからなくなるんで、まあ、風魂ダメージ受けちゃうとかっていうのはありそうですね。で、一応さっきの毒、燃焼、火傷の3種類のうち燃焼と火傷ですねは、このキャラクター自前で調達できるんですね。まあ、あと毒キャラが欲しいって感じですか。そうなると、まあ、あの3種集めるのは本当に3種必要か後で検証して、必要だったらもうないものと思った方がいいですね。はい。まあ、ちなみに燃焼がつくことで燃焼付与した時に与えたダメージの 50% のダメージを敵に毎ターンぶつけられるんで、まあ、100のダメージぶつけながら敵に燃焼をつけると次の敵のターンのタイミングで50のダメージを受けるとっていう感じで遅延ダメージですねを出すことができるのが燃焼です。で、あと燃焼は3ターン以上の場合、殴るたびに敵の聖護バフなんかを1枚剥がすことができるんで、その代わり燃焼の単数をマイナス1ターンするで、まあ、3ターン2ターンと燃焼の単数が下がって3ターン以下になったら聖護バフ剥がせなくなっちゃうんですが、このキャラクターの場合連撃の背中に毎回4ターンの燃焼をつけ直すことができるんで、4ターンの燃焼で聖護バフ1枚剥がして3ターンになっちゃうんですが、その次の攻撃でまた4ターンの燃焼に貼り直すんで、まあ、殴ってる最中永遠に敵の聖護バフ剥がせますね。で、しかもこのキャラクター状態状態性無視 100% あるんで、まあ、決まりますねこれは。なんで聖護バフ剥がし連撃ができると、はい、狂乱キャラクター以外には決まりそうですね、聖護バフ剥がし連撃で。しかも燃焼3ターン以上の場合には攻撃するたびにさっきの1ターン遅れてくる 50% のダメージですねっていうのを、攻撃の最中に燃焼の単数1ターン減らして聖護バフ剥がすと同時に 50% ぶつけられるんで、毎回 1.5 倍の火力で殴れるんですよね。で、しかも確定クリティカルがほぼ決まってるような状態。いや、これ攻撃力ベース防御無視攻撃ができればめちゃくちゃ強かったんですが、敏捷ダメージだけなんですよね。まあ、一応奮起なんかで敏捷値も 1.4 倍されてるんで、まあ、敏捷ダメージもそこら辺の底上げなんかもありますが、まあ、敏捷ダメージ自体は燃焼なんかも含めて500倍ぐらいいきそうなんで、割と上の方にステータスベース防御無視攻撃の威力だけだといきそうですが、トップオブトップではなさそうですね。はい、これ後でこの後の分析前編動画っていうところで、他のステータスベースダメージの副将ちゃんとグラフで比較していくんで、そこで見ていきましょう。まあ、なかなか威力は強いですがトップではなさそう。まあ、ただ聖護剥がし連撃ができるんで敵の耐久を落としながら殴れるっていうメリットはあるんで、普通に強い部類にはなりそうですね。はい、で、全ての攻撃後4ターンの間味方6名を聖護おぼろ月状態にして、はい、おぼろ月状態になると敏捷 ×2.5 倍の知力ダメージに、まあ、防止に味方全体をやんわり強くすると。で、あと自身が全ての攻撃終わった後総ダメージ 30% の HP を回復ということで、まあ、牽制があるんで攻撃中も HP 回復できるし反射にはまずまずですが、まあ、孫権やアウグスといった巨大な反射には弱そうですね。あ、でもこのキャラクター燃焼ダメージも混ぜて殴れるんで、この燃焼ダメージの 50% の追加ダメージの部分は確かカウンター食らわなかった気がするんで、はい、ちょっとここもちょっと検証したいですね。はい、まあ、この 50% 分が反射ダメージ食らわない状態で、しかも 50% HP 回復できれば反射にも少しだけさらに抗うような感じになるかもしれませんね。はい、で、スキル2、スキル2は異常状態数が最も多い敵を9回攻撃。おっと、新しい試み。はい、デバフが多い相手を殴っていくと、毎回 800% の物理ダメージと敏捷 ×12 倍、最大攻撃力 100% のダメージが加算されると。はい、これ最大攻撃力を基準にしてるんで、まあ、攻撃力っていうのは最小から最大で基本対応タウンですが、常に自分の中で一番高い攻撃力をベースにした防御無視攻撃できるんで、割と気合が入ってる攻撃パターンですね。運営さん、敵 N 名を1回追加攻撃する。 N イコール9回の攻撃で、会心攻撃が発生した回数最大4回まで。前段の4回攻撃で4発クリティカルを出せば、連撃した後敵範囲4名に対して範囲攻撃をすると。無駄にややこしいですね。まあ、異常状態数が多い敵ってことは罪悪流血なんかもその敵についてる可能性あるんで、まあ、弓将としては罪悪流血ついてるとクリ率ちょっと上がるんで、クリティカル出しやすいのかなっていうところと、まあ、一応パッシブですでに 30% の会心率アップあるんで、4発出るかどうかですね、ちょっと怪しいですね。毎回攻撃前敵が燃焼状態あるいは火傷状態の場合ダメージが倍になると。まあ、スキル1でつけた燃焼か円筒のカウンターの火傷が敵についてないと決まりづらいですが、一応異常状態が多い敵を狙うんで、燃焼や火傷が残ってる相手に攻撃持ってく3段ではありそうですね。まあ、ダメージ倍も狙いやすい形にはしてますが、まあ、やっぱり、まあ、復活キャラクターなんかだと剥がれちゃってる可能性ありますね。なんで致命ダメージ無視系のキャラクターだと、このキャラクター 50% の確率で剥がれない罪悪状態実現できるんで、まあ、致命無視系キャラクターに対する連撃になりそうですね。で、敵が毒状態の場合必ず会心が発生ということで、まあ、さっきの
クリティカル回数問題クリアですね。まあ、ただ毒は自前で調達できないんで、いやちょっと味方に依存しすぎな気がしますね。まあ毒キャラモーガンだとか、まあ、あと最近だとコキビなんかが敵に毒ばらまけるんで、まあ、コキビがいるデッキの方じゃないと最大限のパフォーマンスが出せないですね。で、全ての攻撃後4ターンの間自身が生後残影状態と生後エントン状態になって回避率が 60% 増加。はい、ここら辺の能力はさっきと同じですね。まあスキル1で残影つけちゃうと開幕の残影と被っちゃうんで、まあスキル2で残影つけるのはまあまあ、しかも4ターンなんで。はい、で最後このスキル発動中自身は撃破されない、 HP が、まあ、具体的には1だけ残った状態で敵の攻撃を受け止めきることができると。まあ、なんで反射キャラクターだとかやっぱり周りの風魂なんかをめちゃくちゃ意識してるのがわかります。まあ、ただ、致命無視系キャラクター、このキャラクター4回致命無視できますが、この残り HP1 だけ残して不死耐久できるのは致命ダメージ無視を全部使い切った後なので、普通に致命ダメージは消費されちゃうん でしかもこのスキルに攻撃終わった後 HP 回復ないですね。なんでスキル1の遠征が敵についてないと回復動作すらないので、まあ、耐え切ったとしても HP1 だけ残った状態でターンエンドして敵の弱いキャラクターの範囲攻撃なんかで沈む可能性すらあるというところで、いやこの不死状態の弱点残したまま昔の二次時代の UR1000 の時代の不死状態の扱いですね。これいやちょっとよろしくないんじゃないかな。これもいやこれも耐久面においてはせっかく残影なんかあるのに、まあ、避けろってことですか避けきれないでしょうね。でまあ火力自体は、まあ、ダメージ倍と毒でクリティカルまで出ればまあまあ上の方行きそうですね。まあでも攻撃力ベース防御無視攻撃に関しても後でグラフで他の副将と比較しますが、まあ、トップオブトップではないですね。1段か2段ぐらい下がるような感じになりそうかなと。まあ異常状態が多い敵を殴るんで撃砕や箱をついてるでしょっていう前提なんでしょうね。なんかが足りない。はい、ということでまあパッと見た感じですね、第一印象初見リアクションとしてはまあ硬さはしっかりあるのかなってところですね。ちょっとメッセなんかはすぐ壊されちゃったり剥がされちゃったりしますが、まあ、残影が致命ダメージ無視でしかも剥がれない状態でずっとキープできるんで、割と回避率 70% の残影作った後、まあ、デフォルトの 50% ダメージカットで、まあ、85% のダメージカットで立ち回る時間が長いかなと。まあ、避けれるかどうかですね。レベル差上の相手だと残影避けがなかなか、まあ、回避率 60% の残影なんで避けやすいと思いますが、まあ、同格ぐらいまでなら普通に避けまくりそうですね。まあ、あとは必中系キャラクターに殴られるのは嫌ですが、まあ、狂乱キャラクターまだ火力バカ高いキャラクターそんなに良くないんで、まあ、将来的には増えそうですけどね。であと攻撃面に関してはスキル1が、まあ、ちょっと帰国士の弓小判みたいな燃焼をつけて剥がしながら燃焼によるダメージもその場でつけながらステータスダメージだけで殴っていくというタイプ。まあ、こっちは確定クリティカルでほぼ殴れそうなんで、まあまあ実際の運用では火力出そうな気はしますね。まあ、とはいってもトップオブトップではなさそうかなと。まあ、でも生後バフ剥がししながら殴れるんで、まあ、これも狂乱キャラクター以外であれば燃焼つけて殴ってっていうのを繰り返せるんで、まあ、普通に強いかなと思います。でスキル2の方も、まあ、毒キャラクターいないと格クリになりませんが、一応弓章っていうのと自前でクリ率 30% アップもあるんで、まあ、罪悪流血キャラクターなんかと組んで敵に流血つけてクリ率少しでも上げておきたいですね。異常状態高いキャラクター殴ってくれるんで、流血アーグスや孫権のカウンターなんかでつけておけばそのキャラクター殴りに行ってくれそうかなって気はしますね。スキル2の方もクリティカル出してなんぼなんで、やっぱり格上相手だとレベル差補正でこのゲームクリティカル出づらくなっちゃうんで、レベル上の相手にはなんで弓章ってやっぱりどうしても格上マウント取る立ち回りなんですよね。火力面においても耐久面においても、まあ、そこが心配ですが、スペック自体はまあまあ全体的に高めのとこにはあるなって気がします。まあ、ぶっ壊れではなさそうですね。はい、まあ、ですが、まあ、だいぶ複雑になってきてるんで、実際にこれは投用して対人戦なんかで戦わせないとわからない部分もありそうだなということで、今日この後検証した上でまずは挙動確認動画出して、でその後対マン戦だとかデッキ戦なんかを今日明日でやっていきますんで、ちゃんとそこで強かったら強いと言いますので楽しみにしててください。今のところ私の中では攻守ともに悪くはないんですがトップではないっていう感じ。はい、ということでこの後分析前編後編動画やってきますので楽しみにしていてください。応援のグッドボタンぜひよろしくお願いします。一日頑張ります。はい、それでは。